こんばんは、 AKB48 ハルピョンこと橋本春奈です。ちょっと合間の本当こんだけの時間だけ、配信していこうと思うんですけど、お疲れ様です。あ、ずっとなめこ放置してたレッスン、やばい、枯れちゃう。今日は僕の太陽公演があるんですけど、あ、間違えた、今日は誰に恋をする公演があると思うんですけど、私はというか私のポジションのこの生誕祭なのでそりゃ出れない、そりゃ出れないですよね。家に雷落ちて家電が全部ダメになって、仕事用のパソコンも壊れて仕事ができなくなりました。どうしよう、休むチャンスじゃん。別にだってそれは、いや、できなくなったんですよって上司の人に言ったとしてももう無理じゃん。こっちが悪いわけじゃないし、こっちが雷じゃん。私ここにもう雷来るようにって思って祈りながら仕事してたわけじゃないじゃないですか。別にたまたまここに雷が来ちゃっただけであって、別に自分は悪くないから、まあ、その立場になったら絶対辛いんだけどさ、しかもこれまで自分がさ積み上げてきたさ多分ものがあるだろうからさ、それが全部個人事業主、ああそれはしんどい、それは死んじゃうね、それは死んじゃいますね。逆に休むチャンスじゃないもう一旦もう何もしないチャンス、逆にやっぱ個人事業主だとさ自分で休みをさ、なんか鼻めっちゃ赤いんだけど自分で休みを作ろうって思わないとさ、個人事業主だったら休めないじゃないですか。っていうかバックアップ取ってくださいどこかのサーバーにバックアップ取っといてお願いだから。ハルピョンに会いたすぎるから来月の握手券再販来たら買う、仕事辞めすぎてハルピョンしか信じられない。え、可愛かったよこの間、本当にハーフアップマジで可愛すぎた。てか今やってる再販今再販やってるから待ってることだけは信じろ。
絶対。落雷で会社のエアコン壊れて今日地獄でした。いっぱい汗かけたってことでしょう。いっぱい汗かけたってことは老廃物がいっぱい出たってことだから、他の女を見るっていう老廃物がいっぱい出たんじゃないですか。私は結構ポジティブ変換できると思いますよ。はい、なんか最近起こったつらかったこと言える範囲であれば。ここで聞くな。あと22にいろ、21にいたらおかしいだろう。うちでねえぞ21は。あ、9月の話か、9月の話か、明日の話かと思った。明日私は明日私なんかいろいろありますよね。あれ、いろいろあるやつはどれ？時間変わった？待って、スタッフさんいるかな、そこに。ん？時間変わってる。ちょっと待って、むずい。14時半から編集。時間が変わっています。みんなに辛いことだけ募集させて無視しちゃった。8部でまとめされるのって割と、8部って何部？最後の部？あの、時間内に終わるなら全然大丈夫です。そのなんか、うん、時間内に終わるなら全然何も別にまとめようがまとめなかろうが全然平気です。パソコン壊れて仕事できなくなるし、髪色変な、え、髪色私が見た後からもっとなあれ変えたってこと？私が見た時は別に変だと思わなかったから、私が見た時点から変えてなければ変な色だとは思ってないから大丈夫。パソコンだけ。パソコンももう一回もう
もう1週間ぐらい1回休もう。うん、1回1週間ぐらい休もう。12時から OS 版勝手にカードで買ったの奥さんにバレて追加できなくなりました。積んだん？お？な、どういうこと？なんで？自分が、え？自分で稼いだお金で買っちゃダメなの？なんで？自分で稼いだお金で自分の好きにしちゃダメなのは、それはなんで？え、だから奥さんが専業主婦でしょ？ってことは自分がお金を稼いでるってことじゃん。自分が稼いだお金でなんで買っちゃダメなんですか？ね、それぞれのお家にね事情があるのは分かるけど、私は分かんないな。いや、自分が専業主婦で自分がお小遣い制なら分かるんですけど、自分が専業主婦であっちがお小遣い制はちょっとちょっと待って、よく分かんないってなっちゃう。え、ならない？それを良しとする人と結婚するかどうかですよね、うん、もう結婚した段階でそれを良しとする人と結婚したってことは、自分がそれに OK ってうなずいたってことだから、まあそれはそれで自分の責任だとは思うけど、うん、まあもちろんそれぞれ家庭に事情があるんだと思うよね、そりゃそう。はるぴょん嫁さんになって、あ、ダメです、無理です、すいません、ごめんなさい。アイドルなんで。ありがとうございました。また多分夜は多分配信できたらやるから、またその時にね、その時に聞いてあげるよみんな。15分経った。ただ、ちょっと待ってください。マネージャーさんに。
アイドルしてても結婚できるらしい。アイドルしてて結婚してみんながそれでも変わらずに応援してくれるんだったらっていう話ですよ。はい、私はそれが嫌だから、絶対しないでしょ絶対しないでしょ、分かってんだから分かってんだから、どうせしないんだから。いや、私はその推しが同性だったから、高見菜さんだったから、高見菜さんが、まあ、もちろん高見菜さんは卒業されてから結婚されてますけど、結婚された時はおめでとう、幸せになってくださいって思ったけど、でももし私の推しが異性だったとして、で推しが現役中に結婚したら、私は無理って思っちゃうかもしれない。わかんない、その時になってみなきゃわかんないけど、うん、そう、その方ってあれですよ、多分あれかも、その相手の顔が出てないからかも。高見菜さんの旦那さんの顔って出てないじゃないですか、だからなんかふんってなるのかも。もし出てたら複雑なのかなわからない、わからないです。まあ、それはあるかもしれないですね。はい、ということで、夜はやると思いたいやると思いたい。何の話してたかあんま覚えてないけど、今日は暴飲暴食しましょう。私は今日こそうまとまハンバーグを食べたいと思います。
なんかこの間行った日の別日にもう一回、まあ、ご飯は食べたけど、そう見てみたらうまともハンバーグがあったので、そう多分その日が完売、その日の完売だっただけでと思うんですけど、まあ多分違うものをきっともしかしたら帰ってる途中に食べるかもしれない、その帰ってる途中にあこれ食べたいかもって思って別のものを食べるかもしれないんですけど、あのまあその時はその時、今サラダ持ってるんですよ、だからそれ食べるかもしれないけど、まあその時はその時でまた考えます。どうしよう、ラーメン食べたいかも、カツ丼まあ好きなものを食べますということで、それではまた夜配信できたらお会いしましょう。夜って今も夜だけど、それではちょっとまたね、バイバイ、ありがとう。